ータのメンタル面がすごいっていう話をして、っていうのもこうシータも記憶をこう失っているというか、意識が飛んでいる状態でこう降りてきて、まあ、風に助けられたのを知らずに、まあ、風が助けて、で家にシータを頑張って連れてったんですよね。まあ、どれぐらいの距離か分からないんですけれど、それをまあパズーがしっかりおんぶして持ってったのもすごいですし、あとはシータが次の翌朝パズーの家で気づくんですけど、パズーが気づいて、あ、すいません、シータが気づいてって言った時に、あのぐらいの女の子で起きた時に知らない人の家だったら、もう私だったら間違いなく連れられたってすごい不安になるんですけど、シータは冷静にでこう周り見渡してたんですよね。こうポッとから湯気が出るのを見たり、湯気の出る音を聞いたり、で上でパズーはあのラッパ吹いてってこう吹いてて、でそれでこう気づいて、もうちょっと吹いて、はい、もうちょっと吹いて、あ、もうちょっと、ちょうどこの時にこうシータが上に上がってて、でちょうど ラッパのタイミングが終わるっていう時に、シータがこう階段からこうって頭を上げて後ろを振り向いた瞬間、ハトがパタタ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 ってシータがハッってなって、その時にパズーも話したこと一回もないんですけど、その時にパズーがアッハ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 ッって全力で笑うんですよ。初対面の人ってちゃんと話したこともないので全力で笑うって結構失礼なことだなと思うんですけど、それでもシータもちょっと楽しそう、パズーはもうそんなことはむしろすごい楽しそうで、こう降りてきて、でこう、よかった人みたいだっていうふうに言ったんですね。最初空から降ってきたんで人じゃないと思って、で助けてくれてありがとうってシータが言うんですけど、こうあのパズーが毎朝あの鳩に餌をやるのが日課なんだって言って、ポケットから、この時のパズーのメンタルすごいんですけど、ポケットからパンを粉々にしたやつを生で入れてるんですよ。で生に入れててこうパッて出してこうハトに餌をやって、でシータの手にそのパンを渡すんですけど、もしここでシータが潔癖症だったら、もうこうやってパッて渡した瞬間に、映画だとこう喜んでハートが集まってキャーみたいな感じで楽しそうなんですけど、パッて渡して、もしシータが嫌いだったら来たなってなっちゃうけど、それも構いなしにこう渡すパズーのこうなんていうかね、メンタルというか気持ちの強さ、相手のことを考えてるのか考えてないのかちょっと分からないんですけど、でもそういうこう無邪気な、まあ、パズーのメンタル気持ちの持ち方がすごくて、で、まあ、ハート集まってきて、でちょっと飛行石貸してと言われてシータにこうつけてもらって、でこう浮いてきたんで、パズーが屋根から見ててドラーンって落ちるんですよね。でそこ大体1メーター2メーターぐらいの高さあるんですけど、その高さから下のコンクリートを突き破るんですよね。まあ、コンクリートが脆いのか、それともパズーが意外に重量があってパワーが強いのか分からないですけど、ドカーンって落ちて、でシータがハッと言って助けに行くときに、ここでシータの身体能力がすごくて、ほぼぺったんこの靴で吸収性があまりなさそうな靴なんですけど、屋根からその下の高さ約2メートルを何事もないかのようにタタタタタタスタッて降りたんですよね。しかも降りた後のその穴に向かう時の切り替えの速さ、サッていう感じですっごい切り替え速くて、うわー、スピード、アジリティ、クイックネス、スポーツ選手とはもうすごい能力を踏まえてるなっていうのはこう見えるシーンですね。でその後こうパズーが頑張って上がってきて、この飛行石のせいじゃなかったみたいんだって言ってこうシータに渡すんですけど、こう手元の瓦礫が崩れてまたパズー落ちて、でシータがパズー大丈夫って言ってその穴を降りようとしたんですけど、そこも大体2メーターぐらいの高さあって、で下が瓦礫、パズーの背中にもガレキがいっぱいで、その中でシータの全力の体重、お尻から落ちたんですけど、お尻から落ちたら顔面で受け取るんですよ、バーンって。でシータが
パズー大丈夫って言って、でその時にシーあのパズーが平気、僕の頭は親方の原骨より硬いんだって言ったんですけど、よくよく考えるとシータの全力の体重しかも2メートルの高さから落ちて頭がほぼほぼ無傷、しかもそれよりも下手すれば親方の原骨の方が強いって言った時に、2メートルからの重さに耐えられるパズーの頭だとしても、親方の原骨一般の人が食らったら頭蓋骨骨折ぐらいと高い力があるんですよね、間違いなくっていうのがすっごい面白くて、そういう観点でこうラピュタを見ていくと、パズーの身体の高さであったりメンタルの持ち方、あとはシータの結構身体力高いんですよね。でその時に言ったパズーの親方の原骨よりもう強いみたいな感じで言うんですけど、親方の原骨多分一般の人だったらもう頭破裂するぐらいのパンチ力があるんじゃないかという観点で見ると、またこう違った楽しみ方があるかなっていうのが、この天空城ラピュタの面白さですね。まああと蛍の墓もそうですけど、蛍の墓もあのお兄ちゃんが節子を見てみ大車輪やでって言って、こうすごい高い高さの鉄棒をぐるんぐるん回るんですけど、あそこまで行ければオリンピック選手になりそうですね。そういうのがすごい面白い、ありえそうなところの範囲でジブリはこうなんか面白いメンタル面だったりトレーニングの姿勢とかがいろいろあるので、そういう観点ですごい面白いなというのが面白いところじゃないですか、ジブリは。